はい、こんにちは。今日はですね、1ヶ月で4キロから5キロ痩せる食事の簡単な考え方をやっていきたいと思います。いつもそのボディメイクとか、あとまあフィットネスとか、まあ、筋肉をつけるような食事、 PFC バランスを考えて食事とかあると思うんですけど、もちろん最近ブログで見たんですけども、ある方のタンパク質を体重の3倍ぐらい取った方が実は体脂肪を痩せるとか、すげえなと思ったんですけども、今回はもうそういうのじゃなくて、ダイエット、体重を落とす、痩せる、それだけです。それの、食事の考え方です。これはもう超簡単だから、はい、ただのダイエットっていう感じの考え方ので、まあ、普通の社会人とか、あと学生さんとかでもう、とりあえず痩せたい、とりあえずダイエットしたいというふうな感じの考え方の人は、これをぜひ参考にしてみてください。なので、ウェイトトレーニングとか、トレーニング、自分でトレーニングをして、フィットネスをちゃんとやってるとか、フィットネスのコンテンツが出てるとか、そういうあの筋トレをちゃんとやってるとか、そういう考え方ではないです。どうも、ザ・ダイエット予定まとめました。じゃあ一つずついきましょう。1週間の消費カロリー引く7200キロカロリーです。体重を1キロ1週間で落としましょうという風な考え方です。体脂肪が1キロというのには7200キロカロリー消費しなきゃいけないっていう風な形なので、じゃあまあそれをじゃあ1週間で消費しましょうっていう形なんですよ。で、これをやるためには、ちゃんと自分の消費カロリーを知ることが大事です。で、自分の消費カロリーをどうやって知るかっていうと、自分の消費カロリーの計算の仕方があるんですよ。で、それは俺はここでは説明しないです。すごく簡単に簡潔に説明している動画があるので、それを、詳細欄にリンク貼っとくので、それを見て自分で計算してみてください。めちゃくちゃ簡単なので、はい、じゃあ例えば俺で言うと、1日で消費するカロリーが大体まあ2500から2800の間なんですよ。じゃあ低く見積もって2500キロカロリーだとすると、それが7日ですよね、1週間なんで。だから1万7500キロカロリーで、1万7500キロカロリー引く、7200キロカロリー、そう、1万300キロカロリーで、1万300キロカロリー割る7で、すると1471キロカロリー。じゃあ端数を省いて1400キロカロリー、摂取カロリーが1400キロカロリーに抑えてあげる。でそれを続けると、1週間で1キロ落ちるっていうような考え方です。めちゃくちゃ簡単でしょ。でこの、自分の消費カロリーっていうのは知っといた方がいいので、すごい簡単で、ちゃんと知っとけば今コンビニとかでも裏見りゃ全部書いてある。だからそれをね、見て食べるものを足してって、あ、じゃあ今日はこれぐらいにしょぼっていうような感じで終わるので楽しいです。はい、朝は低 GI 食、すごい簡単に言うと GI 値高い方が太るから低 GI の食事をとってあげることが大事です。例えばそれは、一番上のやつを守ってたとしても、朝食とかは低 GI の食事をとってあげた方がいいと思います。欲しいものがね、低 GI なので。逆にフランスパンとかパンとかは GI 値が高いので、低 GI のものを朝なるべく摂るような感じがおすすめです。はい、寝る3時間前には食べ終える。就寝前まで食事を食べるっていうのはやっぱり良くない、溜め込んじゃうんで、ただ寝る3時間前までにはちゃんと食べ終わりましょう、食事はっていう形です。これを守れば、そのダイエットっていう考え方でいうと1ヶ月で、まあ、4キロから5キロは落ちます。もう本当にこれはめちゃくちゃ簡単なので、そのトレーニーの人の考えではなくて、これは一般的な人のダイエットっていう考えなので、はい。でこれ、なんでこれを今回出そうかなと思ったかというと、あと 1,2 ヶ月で梅雨も明けるし、筋肉をつけて筋肉ギュギュになって今からやるっていうのはちょっと難しい話だから、とりあえずその太ってる人とかはとりあえず痩せればいいじゃんっていう、まあ、ダイエットだけ、とりあえず体重を落とす、痩せるってことだけに着目して、それだけで頑張っていければいいと思います。まあ今日はそんな感じです。すごい簡単なので、ぜひぜひ試してみてください。それでは。